韓国プロ野球ハンファイイグルスは、フューチャーズ選手一人が発熱症状を見せたため、随三球場を閉鎖し、選手団の隔離措置を進行中と発表した。続けて、該当選手は今日午前、出勤後に行われる体温チェック中に発熱症状を見せた。 午前中に随産地域の選別診療所でドライブスルー方式の診断検査を受ける予定と説明した。また、球団は球場の全面閉鎖練習と団体行動の禁止、全員の外部接触禁止などを措置した状態で、該当選手の検診結果が出るまで事前に受立した新型コロナウイルス感染症マニュアルに従うと強調した。